草大作の動画をまとめました。雑草がはびこってる。ほとんどが雑草とか。あ、できるだけちょっと管理を少なく目に楽しみながら作っていくっていうか、恐ろしいとも注意点と敷き方をまとめてみました。今回はですね、ビフォーアフターヘッドということで、まあ一番皆さんが困っている雑草対策の動画をまとめました。はい。今回は、一応ビフォーとアフターだけの映像になります。これからちょっと雑草にお困りになるということ方が多いと思いますから、まあ映像を見て参考になればと思いまして。まあ防草対策っていうのは今もう一般的に防草シートが数々いろんなメーカーで出してます。まあそれでどれがいいというあれでもないんですけども、動画の後半に防草シートの注意点と敷き方を一応まとめてみました。まあぜひ見ていただければ幸いです。それではどうぞご覧になってください。もう一つお客さんの方でホールスペース自転車3台ありまして、まあ、植物じゃなくして実用的なスペースにしたいと、まあ駐輪場にしたいという、今度は通りに面してるんで、まあいろんな盗難とかそんな面があるんで、あとそういうことを防ぐようなものも取り付けつつ、花台を設けまして一つプランターに入れて、まあ、今はねプランターがいる感じですけど、まあ、プランターをこういったアクセント的に、ここには季節的な植物が入るようには演出したいと思ってます。色合い的にもちょっと派手な色の石を貼ろうかなとは思ってます。はい、もう雑草も、もう全然もう打っちゃうんで、貼っちゃうんで、その心配もないかな。本当に広く感じますね。そうだよね、やっぱり整備すれば広く感じる。まあ色合い的にもちょっと明るくで、まあここをつけるのと、あとこれも結構重いんですよ。こういう形でここで鎖をやっちゃえば、あ、そこも通せるんですね。通せれば、これ自体がもう20キロぐらいあるんで、植物だけのお庭になってたからね、土地をフルに利用して、まあ、植物ってどんなとこでも植えられるんで、まあ、そういう土地の活用のものはいいんじゃないかなと。
思います。庭の空間の面積を取りすぎてあるんで、ここのスペース自体もできるだけ広く、ちょっとアプローチさせるんで、ちょっと生活しゆくいっつうか、植物の植える面積をちょっと少なめにしていくっつう形です。植物がちょっと増えすぎて、まあ、移動空間においてもちょっと植物で結構邪魔になっちゃってるという部分があるんで、これも結構アプローチだと動いちゃうんで、こういうのも全部活用した形で新たに引き直しして、生活空間としてちょっともっと広くしていきたいと思っております。まあブロックとかレンガとか、多分埋まってる縁石で埋まってるやつがあると思うんですけど、そういうのを利用した形でこう構成を組み直していくつ形を取りたいと思ってます。やっぱり植木が増えすぎちゃってるお庭とかって、こうやってその、まあ、しっかり分ければすっきりするってことですか？そうですね。多分香木があって、あった上で植物を植えたんで、結構混んじゃったっ状態で、植物の植え込みと広くするスペースを区切れば結構で、やっぱり今までアプローチなんかもちょっとそこから草が生えたり、だからアプローチを草が生えるとアプローチが狭くなっちゃう。だから今回エコグローブ使いまして、雑草を抑えるという形にしましたから、まあ今こんだけの広さ空間的に保っていけると思います。手入れももうこの花壇の中だけをやっていけばいいわけですから、まあ、今までちょっと植木が結構邪魔して、どう植えてもバランスが合わないとかそういう問題があったと思うんですけども、今こうすっきり花壇とアプローチメリハリをはっきりつけたんで、これからなんかお庭を楽しんでいけると思います。やっぱり空気の流れがこう変わりましたもんね。やっぱりそうなれば植物も育ちも良くなると思いますから、楽しみなのを作っていくっていうか、そういうお庭になったと思います。建物と合わせた形で雰囲気をちょっと変えたいという、あと雑草がやはりはびこってる、その雑草が抑えられるような形、スペース的に我々が見てもちょっともったいないなと、空間的にもっと利用価値ができるような感じのスペースにしていきたいと思っております。で今までちょっと、まあ、花壇になってたしてたんですけど、どうしても地面だと一緒になっちゃうんで、今度はちょっと花壇は少し上げるという感じで、グラウンドはもう雑草を生えないような処理をしていきます。立ってできる形の高さぐらいの、そうすれば上からストレートに向こうから見てもこの辺にお花が生えますから、こっち出た時に
ここに目が映る、まあ、下にだとここまで出てこないと、ここだと同じ上でも部屋からもデッキからもストレートに見えますから、うん、ある程度一体感というような感じで構成になるかなとは思ってます。できるだけちょっと管理を少なく目にというコンセプトでやりましたから、鉢だけじゃなくして植え込みもしたいというコンセプトでやりましたから、花壇を下っつよりも立ったまんまできる空間一つの設計として、まあ降りた時点でちょっと腰掛けられる空間という形で一応、まあ、直線でここをやって、そうするとなんかあんまり変化がないんで、ちょっと変化をつけるためにこうくぼみをつけて、ちょっと奥行きがあったりあれですので広く感じたりしますから、ここはちょっとデッキとの床の縁起としてレンガで引いて押さえて、そのレンガのつながりとして柄としてやってエコグローブです。ちょっと勾配がやはり取れにくいところはできるだけちょっと浸透性のあるやつだ、それほど勾配を考えなくてもいい、特にまた水やりをこうやるんで水が浸透できるような形で仕上げます。階段一つ降りることによって別世界、今度空間の違い性がこうデッキなやって出ますから、まあ、それを逆に楽しめる感じだと思います。空間の面白さがここで出たと思いますけど、うん、まあ、植物を撤去してちょっと違った形のさっぱりとした庭にしたいということで、はい、やっぱりここまで来るとやっぱり毎年自分ではできないんで、ほとんどが雑草とかブランド自体がこうなんで、今度は手入れがしやすい、手のかかんない空間にしたいと思っております。全部既存の樹木は撤去して砂利とあの鉢の組み合わせで植生で、まあ、砂利の下は全部、防草シートを引いて雑草が生えないようにしてあります、まあ、もう今までのあれから言ったら管理が楽になるように、手入れはもうほとんど冷房ができないから、まあ、ある程度季節感のあるやつを見る、まあ、それが第一ご希望だったんで、やはり今までの植木でしたら年間1回か2回手入れ行かないと、ちょっと落ち葉とかなんかで道路の清掃とかなんか大変だと気使っちゃうんですけど、これだったら問題なく、それでこれで今日は完成しました。
新築の場合は何ヶ月住んでもらって、そうしますとおのずから住んでる方が、まあ、こうしたいと庭の利用方法とかですねイメージが湧くんで、それに基づいて提案させてもらったりなんかしてるんですけども、ですから今回奥様が、まあ、こういう庭にしたいと書いていただきまして、まあお客さんが理想としている庭を我々が現実的にしていくという仕事でございます。もう地肌が見えるのはもう花壇だけですね。このような草の生え方はしないですから、ですから一回全部防草シートを引いた上で上に構成的に持ってきても全然影響ないんで、まあそういう考え方で、ここはまあ、土を入れましたら新しい土を入れて、で防草シートを押さえた上に土を入れましたから、これから出ても、まあ、種が飛んできてこぼれてっていう感じになると思いますけど、奥様のイメージがこう花壇の位置、それから雰囲気、あるかっていうことにおいては非常に面白い、非常に的確に書かれてましたね。はい、測ってこうだっつうことじゃなくして、まあそれでいいんですよね。外もやっぱり自分の感性でここに行こう、ここに行こうっていうような感じはやっぱり主張して、まあそういう形の庭作りのものはお客さんにとってはよろしいかと思います。あとはもう我々はその絵柄に劣ってご予算に合うか合わないかで調整して現実的にしていくという方向ですから、中心的には鶴石さんの考え方で構成的にも、で、まあ、それに対してちょっとポイントをつけるっていうのは我々の役目で、そういう庭が増えると思います。はい、防草シート敷いててもこんだけ生えるんですか？まあ砂利でね、その中に土が入っちゃって、土が流れ込んで、土があればもう草は生えちゃうね。